会社のギャンブル人生男道。はい、今日はですね、ちょっと生まれた時に着せるセレモニードレスとかいうのを探しにちょっとやってきましたね。これ可愛いですよね。お腹に赤ちゃんがいますね。あと1ヶ月でもう出てくるみたいですよ。楽しみですね。さあ、赤ちゃん本舗にやってきました。大将、さあ、大将がプーさんに向かって、おっと真似しよう。全然似てないけどね。せめて風船元ね。さあ入っていきました。大将が赤ちゃん本舗にはね、ほら、なんかいいよ、友達がおるちいいよね。この間のね、動画を見た人はね、わかるとは思いますけどね。さあ、どこに友達がいるんでしょうかね。ベストフレンド友達ですね、これね。仲いいんですよ、意外とね。ね。はーい。たけしくんかな、たけしくん。世間話しよう。世間話の受け取や。たけしくん、またね。じゃあね、バイバイ。じゃあね、セレモニードレス。これですね。なんか生まれた時に着せるんですね、これね。ここがね、なんかそのコーナー的な感じですが。これですかね。これ。なんかね、うちの奥さんなんかあんまり、っていう感じだったんでね。ちょっと迷ってるみたいですが。これぐらいしかなかったんですよね、赤ちゃん本舗はね。だからね、ちょっとね、他のお店もちょっと回ろうかなという感じで、まあブラーっと見ましたけどね。ね、ちょっと他もね、じゃあここでまあ見に行こうっていう感じになりましたね。でもいろいろ揃ってますね、こうやってね、命名の紙とかね。まあ可愛いっちゃ可愛いんですけどね。なんか女の子っぽいなみたいな。ね。でも可愛いですね。やっぱ、みんなひらひらがついてますね。おっと、大将が、アイプ、まだどう考えても早いっちゃだけ。まだ生まれてないよ、あんた。ダメに決まっとうやろ。バカなんじゃない？それも3年以上早いわ。はい、ちゃんと挨拶して。はい、ちょっとね、バースデーさんの方にね、ちょっと見に来てみましたね。で、ここもね、意外とね、セレモニードレスはなんかちょっと気に入ったのがなかったみたいで、普通の服をね、どれか選べみたいなね。キリンとゾウとライオン。まあ、ライオンですわね。まあ、可愛くないですか、これね。これね。まあ、これぐらいは買っとっていいんではないでしょうかね。はい。バースデーでゲットしました。で、最後にね、西松屋さんの方にね、やってきましたね。あるといいんですけどね、気に入ったのがね。なかったらね、赤ちゃん本舗のやつを買おうか、みたいな話でしたね。さあ、入っていきましょう。まあ、久しぶりに来ましたね。はい、ちゃんとセレモニードレスを探してくださいよ。ね、なんか大将が探しております。アドマイヤシャーク！アドマイヤシャークでございます。さすが魚屋さんですね。それ、セレモニードレスやないやろ、これ。可愛くない？でもこれ。魚屋さんの息子よ。これ色違いいいと思うよ。ダメ。ダメなんですか。これいいけどね。セレモニードレスをね、だけそれいらんちゅん。それいらんちゅん。生まれてないからまだ。どう考えても早いやろ、あんた。おっと、なんかね。ちょっと良さげな、このベスト的な。で、こっちが熊さん的なね。なんか可愛いのが、なんか気に入ったのがあったみたいですよ。ね。さあ、なんかベストが男の子っぽいっすけどね。さあ、どっちが気に入るんでしょうかね。もうお任せしますけどね。奥さんにね。ああ、さすがですね。熊さん。熊さんを選びましたね。まあ、何着せても可愛いんでしょうね。いいのが見つかりました。
だけいらんっちゅうねそれ。恐竜持ってきたん。そりゃ断られるわ。これダメなんみたいな。ダメ。そりゃダメです。ねえ。あんたバカなんじゃないですか？首かしげてますけど。ねえ。まあセレモニードレスいいのがあってよかったですね。はい。47歳。じいさんパパの奮闘は続きます。皆さん応援よろしくお願いします。